2分間喋るんですけど、まあ、やっぱりできるだけたくさん喋った方がいいので、理由を入れた時は10点取れたんです。何問聞かれるかっていうのは本当に人によるんです。27点ぐらい取れれば合格できるはずです。なるほど。聞かれるテーマってある程度決まってるんですよ、はい。では始まりました。アマチュアチャンネルです。さあ、今回はですね、英検一級の申し子、一ノ瀬先生においていただきました。久しぶりです。一ノ瀬です。よろしくお願いします。さあ、一ノ瀬先生に今回はですね、まあ、英検一級受けまくってるということで。まあそうですね。はい。満点取るまでやめませんっていう形。はい。いよいよ今度も面接で満点取れれば、はい。満点ということで。そうなんです。全問4技の全て。ちなみにこれって知りたいんですけど、これって、史上初になります。片方ずつっていうのは聞いたことあるんですけど、はい、同時にこう一つの回で両方とも取って、はい、3400CSE って取った人っています。どうなんですかね。あ、やっぱ CSE の前では全問正解の人は何人か。ああ、そうなんですね。お、はい、じゃあ新形式になってからはもしかして分かんないですね。 CSE で全問正解っているんですかね。お、いますみたいに来るかもしれないそうですね。 あればなんか知らせてほしいんですよ。そんな以上先生、一級の面接のちょっとコツとか流れっていうのをちょっと説明してもらおうかなと思うんですけど、はい、わかりました。まあ、まずね、その待ち合わせ時間があるわけですけど、もしそのあんまり待ち時間が長いの嫌だっていう人は早めに行った方がいいですね。はい、あ、そうなんですね。早めに行った方がいいです。で、まあ、最後ら辺に入るとやっぱ結構待つんで、自分の場合はもう1時間から2時間ぐらい待たされた。あ、行く時間によっても違うんですね。違いますね。はい、なんか早めに行った人からはもうどんどんこうやっていくんで、なんかもう早めに済ましたいっていう人はもう早く行ってみてください。最初の入るとこから、うん、あ、そこからやりますか。全部全部。まあもちろんトントンハローゼア。ハローゼアですね。そうです。そうです。あの目合い仮面とかはまあ一級レベルになるとそんなにいらないです。どこも関係ないです。そうですね。なのでまあカジュアルに入って、でまあ大体日本人の面接官とネイティブの面接官がいます。はい、でまあ、今の時期ですとやっぱそのコロナのこともあるんで、うん、フェイスシールドをしているはずです。あ、はい、で、まあ、皆さんもマスクをすることになりますね。で、まあ、最初は雑談みたいな、感じで、うん、まあ、1、2問ぐらい聞かれます。まあ、大体自己紹介してくださいとか、まあ、多分今の時期だとコロナ関連のことなんか聞かれるかもしれませんね。なんかお仕事影響されましたかとか。なので本当に毎回単なる雑談、ね、そうですね、はい、もうどうやって来たのとかっていうのもあったり、休みの時間何やってるのみたいなことを聞かれたりします。両方2人とも話しかけてくるんですか。僕の経験では場合によりますね。日本人の人だけっていう場合もあれば、うん、両方だったり、ほうほうほう、場合もあって、でそれが終わった後に、まあ、その面接カードっていうのが机の前に置いてありますので、はい、まあ、それをひっくり返して、そして、5つお題が書いてあります。はい、でどれについて喋るかっていうのを1分間で決めます。うん、だから1分間それ準備時間含めてですね。あ、含めてです、ね。1分間で5から選ぶわけです。はい、あ、違います。そうです。そうです。全部含まれます。まあそこから2分間、まあマックス2分間喋るんですけど、まあ、やっぱりできるだけたくさん喋った方がいいので、逆にまあこう止められたぐらいがいいかなって思います。あ、なるほど。ちなみにタイマーがピピピピってなる。あ、タイムキーパーはいるんですね。タイムキーパーです。はい。だから部屋には3人いるんです。はい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 、自分プラス3人。タイムキーパーがいて、でピピピってなってもすぐには止めてこないです。綺麗のいいところまで待ってくれるので、はいはい、うん、でそれで終わって、そっからは Q&A タイムですね。はい、で、何問聞かれるかっていうのは本当に人によるんですよ。はい、と1問しか聞かれませんでしたっていう人もいるみたいで、うんうん、っていうことはその1問に対してすごい喋った、はいはい、あるいはすごい時間をかけたってことになるんですけど、多分平均すると4問ぐらいは聞かれますね。ちなみに2問しか答えてなくてすごく不安な一度受験者がいたんですけど、はい、でも その人も合格とかしてるので、はいはい、なんか全然クエスチョン聞かれなかったからダメだったとかって落ち込む必要はありません。なるほど。 IELTS だとね、よく全部聞かれた方がいいって言われますよね。そうですね、はい、どんどん難しくなってって、うん、どこまでたどり着くのが大事だとかってよく言われるんですけど、ね、IELTS も結構強制的にこう切ってきますね。あ、もういいからみたいな感じになるんですけど、はい、まあ、英検はもうちょっと聞いてくれると思います。なるほど、はい、そうですね、流れはそんな感じになりますね。はい、じゃあそれぞれ気をつけなきゃいけない、はい、ところとかコツですね。まあ、やっぱ一級レベルになるとね、これさえ分かればもう合格っていうね、そういう魔法みたいなものはないんですけど、はい、うん、まあ、スピーチをするときは公式のサンプルとかも見ると、はい、理由っていうか大きなポイントは2つなんですよね。おいおいおい、うん、だから2つは喋った方がいいと思います。理由を2つ、そうですね、理由2つ言ってそれぞれをこう広げていくっていう感じですね。具体例とか見れながら、うん、で自分の場合は結構一つになっちゃうことが多いんですよ。一つの理由言ってそれガーって伸ばすことがあるんですけど、それやった時は1回は9点、10点満点なんですけど、はい、スピーチは9点で、
て、もう1回は8点だったんですね。ほうほうほう。で、2回2つ理由を入れた時は10点取れたんですよ。だからまあその2つを入れたことが10点を取れた要因とは限らないんですけど、はい、でもまあ自分の経験上やっぱそうやったら取れたんで、まあ、これが一番間違いないかなっていう感じ。なるほど。理由は2個入れると。そうですね、うん、といいと思います。で、 Q&A に関しては、まあ、これもその公式のサンプルを見る限り回答の長さっていうのは、まあ、様々なんですよ。だから全部すごいいっぱい喋らなきゃいけないってわけじゃなくて、うん、まあ、短いやつでも40ワードぐらいのものもあったりすれば、うん、長いやつは100ワード以上のものもあったので、はい、決まってはないんですね。ただ、まあ、平均すると70ワードぐらいなので、まあ、時間で言うと喋る速さとかにもよりますけど、だいたい30秒ぐらいですかね。30秒、うん、そう。なので今日は30秒ぐらい喋る、練習をしておくといいかなと思います、うん、理由の量とかありました？それも結構もうバラバラで、はい、なんか理由を言った後にちゃんと具体例をつけなきゃいけないってわけでもないんですよ、はいはいはい、うん、だから場合によるって感じですね、はい、ただまあ具体例思いついたならば絶対言った方がいいとは思います、うんうんうん、であとは、まあ、これはね今の時期だからこそ気をつけないといけないことなんですけど、まあ、皆さんマスクを着用して喋るので、うん、まあ、もちろん面接官もねフェイスシールドして喋ってるんで面接官の言ってることもちょっと聞き取りづらいかもしれないし、うん、皆さんが喋った時も面接官ちょっと聞き取りづらいはずなんですよ。あ、なるほど、うん、で多分英検1級の場合は特にそのスピーチをしてる間は面接官皆さんが何を言ってるか聞き取れなくても止めないと思うんですよ、はい、え、今なんて言いましたって止めてくれないと思うんで、うんうん、わけのわからないままずっとこう聞かされるっていう危険性があるんで、うん、もうちゃんと大きな声で、うまく発音して、やっていただきたいなと思います、はい、採点項目ってどうなってるんですか？4つありまして、それぞれ10点満点で、はい、ショートスピーチ、あの2分間のスピーチですね、が10点満点で、 Q&A が10点満点で、あとは発音ですね、はい、でその発音にはもちろんイントネーションとかその強調とかそういうものも含まれます、うんうん、はい、最後が、ボキャブラリーの語彙力とか、うん、自然な表現を使ってるか、うん、ボキャブラリーグラマーですね、はい、ボキャブラリーグラマー、はい、意識してることあります？こういう単語を使った方がいいなとか、うん、こういうグラマー使った方がいいなとか、はい、それは実はないんですよね。へえ、うん、そうなんですか。そう、まあ、ライティングとかでは大事かもしれませんけど、はい、全然僕は意識してないですよね。もう本当に自然体で喋ってるっていう感じなので、この難しい単語を使ってやろうっていう意識とかは全くないですね、うんうんうん、実は使えてるのかもしれないですけどね。どうでしょうね、まあ、結構いろいろ自分も練習動画とか撮ってるんですけど、はい、聞き返してみてもそんなにめちゃめちゃ難しい表現って使ってないと思うんで、うんうん、まあ、さらにその合格点さえ取ればいいんですっていう人にとっては、はい、もうなおさらそんな難しい単語使わなくていいんで、うん、合計点が40点満点中27点ぐらい取れれば合格できるはずです。なるほど、うん、だからほとんど7、1つは6点になってもいいけどっていう感じですかね、うんうんうん、はい、態度点とかないんですね。態度点は一級はないですねでもまあまあ、うん、できればやっぱ印象はねいい方がいいと思いますので、はい、マスクだから見えないかもしれないけども、ニコニコしながら喋ってください。どこのポイントが難しいですか、その4つのやつで。どうでしょうね、でもやっぱりスピーチじゃないですかね。スピーチがやっぱり、うん、2分間1つのテーマについて語り続けるっていうのはやっぱ慣れてないと結構難しいので、それの練習をした方がいいと。そうですね、時間の感覚持っといた方がいいですか、自分。そうですね、まあ、もちろんそれが理想なんですけど、一応実は前回僕腕時計をしていきまして、はいはいはい、この腕時計って見ながら喋っていいのかなってすごい疑問に思って面接官に直接聞いたんですよ、はいはい、そしたら多分決まりがないんでしょうね、なんか面接官もちょっと戸惑ってて、はい、お互い混み合って、あ、まあいいんじゃないですかみたいな感じで言われたんでなるほど、はい、いましたけど、でも分かんないです、もしかしたらルール変わるかもしれないし、だからまあ理想としては、ね、うん、2分間の感覚は身につけておいた方がいいですね。そうですね。ちなみに教室によっては時計とか普通にありますからね。はい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 、それもね、こうやって見ながら喋っていいんですかね視線がずれたとかそんなことないと思います、うん、なるほど。それは私でなんかこれは絶対やっとけみたいなのありました、うん、やっぱり聞かれるテーマってある程度決まってるんですよ、はい、そしてまあ昔出題されたことがある問題がまあ似たような形でまた出たりするので、品質テーマを押さえておくこと、例えばまあ一番出るのが日本に関することなんですよ、はいはい、結局なんか日本が抱えてるその問題点とかいろいろ調べておくとかね、なんか少子化とか、うんうん、あとは移民とか労働人口とかね、そういうことだったり、あとはガバメントとかですかね、はいはいはい、政府がどうのこうの、うん、政府はこれをするべきか、政府のその税金の使い方はこれでいいのかとか、あとは、エコノミーとかですね、うん、経済、うん、そしてまあポリティクスも出ますね、政治、あとはクライムとか犯罪、
犯罪者をどう扱うべきかとか、うんうん、そういう、まあ、品質テーマっていうのはあるんで、まあ、過去問いっぱいやっていくうちに、まあ、気づいてくると思います。あ、またこういうやつかって、うん、なのでそれを、まあ、過去問使ってでいっぱい、ネタを用意しておくといいかなって思います。なるほど、そうですね、今ネット上に上がってたりしますし、はい、まあ、あとは一ノ瀬先生のねチャンネルでもで、ね、やってますんで、ぜひぜひそちら参考にしてみてください、はい、お願いします。はい、ここからは英語ファイルの一ノ瀬先生に送っていただきました、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。